皆さんこんにちは。私たちは、ODD 建築設計事務所です。私たちは2011年から、建築デザインをはじめインテリアデザイン、アーティストとのコラボレーションによる展示空間を設計しています。自分たちが来た2006年は北京オリンピックっていう大きなイベントの前っていうこともあって、その北京の中、中国全国中にそのいろいろ大開発が行われてたんですけど、その中でこう自分たちも直接こう見ることができて感じたのは、その大規模開発の一方で何かこう失われていく建物とか古い街並みとかっていうものも同時にあったりとかして、自分たちがこう独立した時に何かそういうものとかにすごく興味があったので、最初はそのフートンとか北京の小さなその昔ながらの街の中でカフェとかレストランとかそういったものをこう手掛けながら、何かこう自分たちらしいものっていうものをやることから始めました。北京において、成熟した都市の中にあるフートンという二面性を持つ都市の生活をしている中で、どちらがあってもやっぱり欠けてはいけないのかなと思いながら生活をしています。でやっぱデザインをしていながらしている時も、そうした全部新しいものを作るという手法もありますけれども、私たちはどちらかというともともとあったそういった古い素材だったり、そうしたものを共存させることによって魅力的な空間ができるのではないかと思い、プロジェクトを行っています。本当にお隣の国の中国と日本なんですけど、少しずつこう生活だったり、逆にその歴史とか伝統においても大きな文化の違いを感じたりと、自分にとってはいつも何かこう新しい発見があるような、そういう生活をしています。そういうこう文化の違いによって自分のデザインのインスピレーションを大きく影響することも特にあって、例えばその家の作りであったりするのも、レンガ作りとかそういうこう結構重工的な家の作りである中国に対して、日本ではすごくこう軽い木造の建築だったりするので、その違いとかも何かこう自分たちがデザインする時にミックスしたり、あるいはその切り離したりとか、そういったものをこう影響してきたりとかするのかもしれません。オーストラリアのプロジェクトはもともと50年ほど前に日本の建築家の方が建てた建物を日本料理にリノベーションするプロジェクトでした。首都のキャンベラにあり、80年ほど前に日本人が建てた建築ということで、そこをどうにかして日本料理やめていけないかということで依頼を受けてプロジェクトを開始しました。もともとの平面プランは正方形に近く、建築自体もシンメトリーな形をしていたので、どちらかというと能の舞台のような印象を受けました。そこで、日本料理屋である寿司のカウンターを中心に捉えて、その周りに席を囲むようなプランニングにしました。素材については、僕らはできるだけこう手触り感覚とか、ちょっとこう古くなったものとか、そういったものにすごくこう興味があって、なかなかこうコントロールできない材料をなんか面白く使えないかなっていうふうに興味を持って使うことが多いです。で、素材っていうとどうしてもこう装飾的に思われるかもしれないんですけど。材料を一つずつ研究していくと、その材料そのものが少しだけこう当たり前のような使い方じゃなく違った使い方もあるんじゃないかなというふうな発見があったりして面白いところがあります。今 AI とかデジタルとかですごく綺麗なデザインができたり人の手触り感覚が少なくなっているようなデザインとかも多くなっているんですけど、僕らはできるだけそこに少し雑味のあるというか人ではコントロールできないような材料を少しだけぶつけていくことで何かそこの場所にしかないようなものっていうのを作れたらいいなというふうに思ったりしています。例えば僕たちが設計したシンガポールのお寿司屋さんのプロジェクトでは少し古い材料と現代的なマテリアルであるガラスとかを組み合わせながら新しい数寄屋建築みたいなものを目指して設計しました。その差し石をガラスブロックで表現したり使い石っていう柱の基礎となるものをガラスの石の材料にすることで古い材料の柱とそういった透明感のあるものそこの陰影がより際立って何か新旧をつなげていくような新しい空間になったのかなと思います。シンガポールはすごく先進国になってきてるんですけどその中でもやっぱり使われなくなった材料っていうのがたくさんあるのでそういったものを少しだけアクセントとして入れることで面白くなるんじゃないかなっていう発見がありました。生活の中では、封筒のカフェに行ったりそういったところで週末を過ごすことが多く大規模開発の一方ではそういった北京の中心地にもそういった古い伝統的な建物が残っていてそこでやっぱり安らぐというかそういったものを感じながら生活していきながらこういったものっていうのはやっぱりもう少し残していかなきゃいけないんだろうなというふうにでそうやって、過ごしているうちに、生活拠点自体も封筒の中にしたいなという、気持ちがあり、自分自身で封筒を借りて、回収をして進めました。でその時にも、私が借りた封筒の建物自体は100年ぐらいとか、歴史を感じさせるようなデザインできないかなと思って、白い壁を外したり、屋根の梁木張りですねを見せるようなデザインにしてあとはやはり封筒ということで機能的な部分はまだ現代生活に合ってなかったので、トイレ、あとはウォーキングクローゼット等の、現代生活に合った機能を差し込むことによって、古いながらでも使えるような魅力的な空間に、デザインをしていきました。光のデザインとかそういう僕らの仕事では特に大事な部分にはなるんですけど自分たちのプロジェクトがいろいろなジャンルに及んでいて例えばホテルとかレストランとかそういう設計の時はできるだけ空間を演出するようないろいろな光の当て方を工夫してやったりするんですけど住宅設計とかをやる場合は逆にあまり過度な演出をせずにできるだけ暮らしやすい生活感を出すために必要最小限の光で、当てるようにちょっと工夫したりする時があります。ただそれがあまりにも機能的すぎて照明が全体的に明るいというよりは何か夜はちょっと落ち着いた雰囲気になったりとかしてまた自然光もちょっと使いながら考えることが